ちょっと今日はさ、お便りなしでいいかな。何の話をすんの？また家の話？そう、最近さ、フォーンだって、最近さ、探しラジオさ、全然さ、フリートークしてないよね。してないね。俺らがさ、前回やってたさ、ファーストシーズンと呼べるべき探しラジオはさ、毎回さ、俺らなんかフリートークしてたじゃない。めっちゃフリートークやったな。そう、マッチが俺いない、まあ、ほとんどいない回だったやつとか、俺のさ、夏休みの話とかさ、なんか豆腐の俺のゲスな話とかな。そう、だとかさ、まあ、豆腐のなんかあのディズニーランドのなんかあのアトラクションまくった話とかさ、確かにそういうの全然やってないよね。うちらさ、その前ってか、騒がしラジオやってる時はさ、ちょっと、ね、まあ、ネタ帳じゃないけどさ、なんか話したいことあったらさ、それなんかメモ帳とかに書き留めてさ、これ話そうみたいなやつあったじゃない。全然やってないよ最近。けど昔なんかあったそのディズニー的なやつもあるかもしんない俺、うん、話せるものいっぱいあるでしょ。あ、けど俺ね、メモったやつあるかもしれないな。あ、本当に今も？うん、いや、そういうさ、ちょっと話というかさ、まあそれがちょっと最近もうないから、ちょっとやっていこうかなと思って、うん、今日今回。あ、まあいいんじゃないですか。そう、今回は、マッチと、東野さんもちゃんと全員揃っております。前回なんかいない人いたけどね。いない人いたけどね、どっかに。どっかに行ったよね。あれ、前回はなんだっけ、iPhone 忘れたんだっけ。そう、職場のロッカーに iPhone を置いてきたせいで音信不通になったマッチ。マッチ死んだんじゃねえかみたいな疑惑が。全然俺の話じゃないけど、あったわ、歌うの話だけど。俺の話？嘘。もう一人で盛り上がってる。じゃあ分かった分かった、じゃあ分かった分かった、じゃあタイトルコールあるから、タイトルコールあるから、それやってからいいよ、その話しようぜ。今回はコーナーなしでいこうか。ならあ、もうフリートークね。フリートーク会にしましょう。フリートークで、すいません、お便りいっぱいもらいましたけど、来月に回します。今回はフリートーク会です。じゃあタイトルコールの要望なのですが、こんにちは、ゆずきと申します。こんにちは、タイトルコールの要望です。こんにちは、チームポリンキのバター 3% でお願いします。なるほど。覚えてるこれ。もう一回チームポリンキのバター 3%、 これ知ってる人いたらね、ヘビーリスナーだよね。うん、覚えてる？覚えてない。チームポリンキは分かるけど 3% なんて言ったっけって感じ。バター 3% だよ。知らない。嘘でしょ？本当に？俺？誰？マジで覚えてない？うん。わあ、忘れちゃうんだね。チームポリンキーは覚えてるけど。チームポリンキーはなんだっけ、そもそも。チームポリンキーは何回か。なんかいろいろあるよね。言ったことあるから覚えてる。そう、チームポリンキーは割と新。いや、うん、バター 3% だとマッチのお菓子の話？それ！ああ、そういうことか。そういうこと。ああ、理解理解。あれね、いつだっけ、探しラジオ。なんか実況3周年の。俺も思い出したぞそれ。俺知らないわ。実況3周年記念じゃねえな、2周年だわ。マッチが珍しくお菓子持ってきたなと思ったら、無名なお菓子の話でしょ。そう本当にね、そう、実況始めて2年の時にポテチなんだけど。じゃあポテチじゃん、バターのね、いや、クッキークッキークッキー、あれクッキーだっけ、クッキー、あの赤い箱のさ、クッキーのやつだよ。だからパチンコでバイトしてる時になんか、そうだよ、景品とか言って、そう、もらったんだって言ってさ、で、クッキーをさ、こう、おもむろに出してきてさ、言ったらさ、表紙のとこにバター 3% 使用みたいな書いてあるんだけど、それ書く必要ねえじゃんみたいな、クッキー薄るよなみたいな話をしたっていうのを、まあなんか、お便りでくれたみたいね。だからこの人かなり見てる。なるほど。マイナーだね。マイナー4年ぐらい見てんじゃないか。いや、ギリギリ思い出したわ。じゃあ、その話です。じゃあ、そうですね。それ4人分あるの？チームポリンキー。どうしようか。チームポリンキーのバター 3% にする？あ、じゃあチームポリンキーで分けようか。あ、じゃあマッチパーセント？いや、3は3だよ。それ5人になるの。チームポリンキーのバター 3% 1人減る、なんかいねえから。間違えた、間違えた、間違えたんだ。じゃあ、あいつ呼んでこようか。もう一人いるか。クジラ一応いるからクジラってもう完全に仮名、仮名だけどね。カッコ仮だけど。じゃあどうする、どうやって分けるのね。3とパーセントで分ける。パーセントみんなで言うのもいいんじゃん。あ、そうそうだね、そうしようか。じゃあマッチさんね。おう。なんだ3っていう担当。何の担当だよ。
でも結局パーセントみんなで言うんだったら 3% だろ。じゃあマッチ3って言って俺らパーセントって言うから、でチーム、あれチームポリンキー、チームポリンキーのバター、チーム係とポリンキーの係とバター係。オッケー、じゃあ俺バター係いく。オッケー、じゃあチームいい、チームだな。じゃあポリンキー、ポリンキー、ポリンキーね、うん、じゃあはいどうぞレッツゴー。チームポリンキーのバター3%。ぽいわ。完璧。いや、怖い怖い。ちょっと待って。怖い怖い。楽しかった今。いやシンクロ 100%。 いやよかったよかった。いや、ぽいよ、ぽい。意外とぽかったね。俺2文字しか喋ってない。やっぱマッチョの最後にいいんだろうね。なんか世界の名古屋的な感じだったよね、今。サーンとか言って。じゃあどうしましょう。じゃあ冒頭の中、俺の話あったみたいだけど。うん、あ、何が、ああさっきなんか歌の話いやけど、お前が許可取ってくれるかは知らないよ、俺は。まあ、とりあえず話してカットするかどうかじゃないですか。分かった分かった。別にこれ古くねえよ。うん、最近の話、全然お前すぐ思い出せる話。うん、うん、おだけどこれさ、話の下りがさ、途中経過がなさすぎてすぐオチ入っちゃうんだよな。まあいいよ、パチャグッとサグッと話しちゃって。だからいろいろその一人ずつフリートークしていこうかな。まあ、歌うと、なんか、まあ、日曜日集まって、なんか洋服でも買いに行こうかって言って、はいはいはい。うん、で、まあ、洋服買いに行くってことで、まあ、歌うの、はいはいはい。あの、大きいとこ行った時？そうかな。うん、うんうん、まあ、その日かちょっと覚えてないけど、あ、まあ、とりあえず出かける予定の時で、うんうん、で、じゃあ、ほんで車乗ろっかって言って、で、じゃあ、ちょっと待って。思い出した、俺。で、じゃあちょっと音楽いつも流すのね、歌をって。なんで、じゃあ音楽、まあ何でもいいから流して、つって、まあ、うん、まあ音楽。あったね。なって、鳴らしたんだけど。そう、俺、Bluetooth でさ、勝手に繋がるのよ、うん、車がね。うん。そうそう。勝手に流れになってんだね。なんかいつも曲聞こえるのに、勢いよく、なんか、あれ聞こえねえなと思って、あれ曲鳴ってる？と思ったら、なんか、ちっちゃい声でね、ちっちゃいボリュームで、エロ動画ね、流れてねって言ってない。俺が、そうだっけ、あ、俺 AV 流しちゃったって真っ先に気づいたから。あ、 AV 流しちゃったんです。そう、あ、ちょっと流しちゃったみたいな、なんか平成を装いつつあ、ちょっと流れちゃった、ごめんごめん、ちょっと流れちゃったみたいな感じで言ったけど、もう顔もう冷や汗だらだらかしてね。ちっちゃい声でね、あいい声聞こえるんだよね。遠くもね、そんなにね、笑わないんだよ。なんか、もう普通にね、笑い飛ばしてくれれば俺も気持ちいいなり、うん、うん、うん、みたいな。うん、みたいな。何を思ってるか分かんねえ反応でさ、さらに冷や汗ドッパドッパ出てるってね。いや、俺でよかったねって言ったんだよね。あ、そう。いや、遠でよかったなと思って。それは思った。面白い。いや、ほんとよかったよ。あれ、他の友達とかだったらマジで。いや、もう、あだ名になっちゃうぐらいだよね、もう。おい、あったね。そういう、それがね、ちょっと一応面白いかなって。勝手に流れんだよ、ほんとに。ほんとに気をつけてる。最近超気をつけてる。AV 見た後に、俺車乗ると鳴っちゃうのよ。なんか動画で鳴っちゃうの。もう気をつけてる、すごい。むしろそんなところに気使う方がわけわかんない。だからね、終わった後はちゃんとミュージックアプリで曲を一回流して。流してからね。一時停止して、よし、みたいな。車乗ろう、みたいな。びっくりしたよ、俺はね。あったね。いい話だったね。もう本当俺損しかしないけどね。何の曲かなと思って。何と思って。そのタイトルも出るんだけど、もうあのね、URL なのよ。そうそう。HTTP みたいな。なんかすんごいマニアックだな。マニ
ニアックな AV だったんだよね。そうマニアックな AV ではね。そうじゃねえ、マニアックな AV ではない。そうだよね、スタンダードちゃんと、うん、巨乳玉かなんかだと思うよ。誰の AV 見たの。知らねえよ、それは聞くなよ。びっくりしたよ。まあまあちょっと桜、桜まだかな。うるせえや。それはお前の好みだろ。そう。格好つけて言うことじゃねえんで。まあそういう話でした。はい、いい話でした。いやー、あれは笑かしてくれましたね。いや、それは笑うわ。ね。いや、その場にいたかった俺。いたかったね。なんなら滋賀でやってくれてよかったのにね。いや、滋賀の前にもうやってたよね。結構前だよね。結構前、結構前、結構前やってた。もう、もう滋賀は対策済みだった。もう3月とか。3月、そんな感じだよね。3月、4月ぐらいかな。ね。うん、結構前なんだよね。そう、ちょっとあったかくなってきたなぐらいの時に、もうやらかしたね。俺今日話そうと思った内容がさ、俺また損する話だったのにさ、お前でまた損な立ち回りのさ、話されたから俺、ま、なんか話そうか悩んでるよ今。じゃあ歌を最後にするか。鳥なんで最初から最後まで俺損しないといけないんだよ。今日いや、悩む時間あげようかなと思って。いや、だったら今話したいよ俺。あ、ポンポンっていく、ポンポンっていこうかな。ポンポン、いや、ちょっと俺振りたいっていうかさ、むしろコーナー化しようかなぐらいの勢いのあれなんだけどさ。何ですか。お、あ、でもね、うん、2つぐらいあるんだよな、どうしよっかな。まず一つ目は、あ、ちょっとさ、まあ、また下ネタの話なんだけどさ、うん、みんなってさ、あ、これでも豆腐にもなんか話したことあるかもしれないんだけど、うん、まあ、我慢して聞いて、我慢してる。普通にまあ自我発電ってするもんじゃん。うん、あ、うん、うん、そういう、それってさ、親とかにバレたことある？ない。もう身内、妹とかでもいいけど。ないな。マッチない？俺は、自家発電はないけど、はいはいはい、ちょっと女とやった後の形跡を残したことがあって。あ、何残した、何残した？え、ゴム？処理済みのゴムを。あ、そのまま置いちゃって、あららみたいな。そう、親見て。え、何それ、実家でやってた時あったの？マッチ。そうだよ。あ、そうなんだ、そんな時期あったんだ、マッチ。てか、マッチさ、いや、ちょっと待って、話戻す、なんか、あれになっちゃう、それちゃうけどさ、実家は帰れないの？実家帰れない、だって解散してるもん、今。ちょっと待って、そんな。そういうものなの？実家ってそういうものなの？もうそれあれじゃん、衆議院じゃねえんだよ。なんだっけ、ホームレス中学生であったじゃん。あ、解散みたいな。解散。あったあったあった。そういうこと。何、親父が解散っつって。マッチ家解散って。お開きになっちゃう。待って、ちょっと待って、どういうことそれ。解散、解散した。いや、普通に、うん、親父と下二人が、うん、あ、違うところ、チビたち、そうそうが、うん、まあ、とりあえず引っ越しして、どっか引っ越しして。ああ、え、なん、離婚したの？また、うん、またまただよね。あ、そうなんだ。何回かしてるでしょ。何回か解散してるよね。まあ、片手じゃ済まないぐらい、ね、もう 2回もしないんだよ、服変えた。1回でもすげえのに。すごいよ、マッチ家は。あ、そうなんだ。あ、じゃあ、おかんも、え、何、どこ行くか分かんないんだ、今。うん。へぇ、兄貴は？兄貴の方がもっと分かんない。へぇ、連絡しないんだ、そういうの。しないな。カズヤ？それ待ってた、俺。カズヤネタ最近やってないよな。マッチ、俺らがカズヤって言わなきゃ、カズヤって名前忘れてるでしょ。いや、名前は覚えてない。さすがに覚えてない。さすがに、さすがに。さすがに解散しても覚えてない。さすがず。なんだよ、それ。なんで略しだよ。でも、カズヤは一回動画に出てるから、マッチカットしないよ、俺。え？一回、たまごっちの動画一回出てるから。サブちゃんだけど。まあ、カズヤって言ったところで別にね。うん、別に。カズヤだし。まあ、いっぱいいるからね。いっぱいカズヤいるから大丈夫、大丈夫。うん、どこのカズヤだって。特定されないから、カズヤなんて。カズヤ、カズヤ許せえ。カズほどいるから、カズヤ。俺結構さ、おなばれしたこと結構あってさ。へぇ。そう、まあ俺さ、中学校の頃さ、パソコンはあって、携帯とかないからさ、これ気軽に見れないじゃない、そういうのって。うん。だから俺はまあ、歌を中央は何を考えたかというと、一応ね、印刷機と、まあプリンターだよね。プリンターとパソコンはあったから、パソコンでお気に入りの画像をプリンターでプリントして、うん、
あのノートでスクラップしてたのね俺。あの黄色の青色のノリでこうやってね、はいはいはい、それでこうニヤニヤしてたんだけども、うん、まあその俺のお気に入りのスクラップスクラップ写真いい画像だなと思って、うん、親の目を盗んでよくプリントをしてたんだけど、こうたまたま一枚画像いいのがあってプリントしてる最中に親が帰ってきたのよ、うん、やばいやばいと思ってやばいやばいと思ってなんとか間に合ってうちの俺の部屋になんとかこう隠せたのよ、逃げ切って、でよしよしこう後でスクラップしようと思ったらトントンって俺ドアノックされて俺の部屋にね、そしたらちょっとあの掃除機かけたいんだけどってうちのおかんに言われて、あれふざけんな今どうしようこの髪みたいな、でもうそのいきなり入ってくるからさどうしようみたいな感じでとっさにそのベッドのシーツの下にシャッってこう隠したの髪をね、でもシーツの下ベッドの下じゃないからそのシーツとかをね乗ったらこうカシャカシャっていうその髪が聞こえちゃう状態なのね、でそれで、うん、なんだ掃除機ああいうかけていいよみたいな感じで俺で外を出て、でリビングに待機して、うん、で、ウィーンって、まあ、うちのおかんがこう掃除機かけてるのね。それで、うん、終わったから、やべやべ、髪大丈夫かなと思って、シーツポーって見てみたら、その髪がね、紙飛行機になってた時ある。うちのおかんが、あら、歌おうってなって、あの、紙飛行機作って、そこにシーツの下にまたこう隠した。なかなかユニークなおかんでしょ。なるほどね。やべえわ。やっぱね、ほんとね、わかってるなっていうね。歌おけファミリー、ほんとユニークだよね。もう、その時はもうね、さっきの AV の、あの、どころじゃない冷や汗をドバドバ書いたね。うん、ほんと損しかしてないね。なるほどね。身を削ったラジオだな、俺、今回。え、じゃあ、あー、そういうことか、はいはい。そう。あれ、俺ね、話聞いたことある？ないけど、うん。あー、俺もそれに近いことあるわ。あるでしょ？絶対あるでしょ？ある。なんでないのと思うんだけど。まあ、うちも、なんか、まあ、2階建てで、こう、上に上がってくる、この階段の図でやっぱ察知するわけじゃん。あー、うん、そうだよね。まあ、うん。で、階段で察知して、俺椅子に座ってたの、うん、でそれでもうね終わった後だったのね、終わってよしよしってね、一個一個してたの、はい、一個一個してた時に音が鳴ったのね階段のあちょっと間に合わないと思ってはいはい、そのままあれパンツ一緒にかぶって俺パンツとズを一緒にシュッてかぶって、もうパンツの中にティッシュがねモリモリになっちゃってティッシュがねパシャってやって、そうあのねよしよしすんなちょっとお疲れ様みたいな、やっぱ要はさクレープに紙巻いた状態なの今分かる分かる、あれが入ってる状態であいたことはね、うん、で、俺足組んでモリモリバレないのね、うん、足組んでえ、どうしたのみたいなぐらいであ、そうなの、ね、みたいな感じで過ごして回避みたいなのある、それだったら俺も似たようなのあるよあるよね、あるある、もうそれで俺もそれとっさにズボン履いたんだよ、うん、ズボンボーって入ったんだけど一物がでかくなってるわけじゃん、それがね、でズボンがこうやったんだけど、はみ出しちゃって、一物がブーンってなっちゃって、もうこうなってんだけど、ここにこう、こう一物がブーンって出てる状態で。まだニョキニョキなんだ。まだニョキニョキしてて。まだニョキ。でも、おかん入ってきてんのよ。ああそれで、俺こっち向いて、何って見て、下見てみたらさ、一物がズーンってこうなってんだよ。あれと思って。シュッて後ろ向いて、またこう吐き出したことあるよ。おかんはまだ奇跡に俺のこと見てなかった。まあ見てなくても知ってるだろうな。ちょっとね、エレクトしててね、収まんなかったね、俺の。あるある、それならさ、あるな。そう、ある。そういう危機的状況はあるよね。うん、ギリギリは味わったことある。ある人はあるんだよ。君はなんかうまいことやってるみたいだけども。うまいことやってるって言われても、うん、でも、なんだろう、俺中学の時に、うん、そうそうそう。やっぱ家にパソコンあるけど限られてるから、そうだね、リビングで、そうで、なんか妹が先に中学受験したから、その妹はパソコンを持ってた時に夜中勝手にこそっと借りて妹のやつ、あ最低なんだけどお前セクハラかよマジでそれやべえなマジで、最低だよ妹のパソコン使うなよで朝起きた時に、うんうん、まあ一応履歴とかちゃんと消すね、能力はあったから。ああ、ちゃんと消したんだ。消すじゃん。すごいね。消したら、うんうん、消したんだけど、なんかその消した時に妹が使ってたなんか、
サイトとかもなんか一緒に履歴消しちゃったらしくて、なんか妹に、お兄ちゃんなんで勝手にパソコン使ってんの、とそういう、そういうさ、なんか動画見るならもっと気をつけてくれないとか言われて。あ、そこまでバレてたんだ。多分、いや、もう絶対そうだって思ったんだろうね。かもしんない。探偵会話して。ほら、でも俺もちゃんとそういうのあるんだよ。あるね。いや、絶対あると思って、誰かしらそういうのはね、男の子はあると思うんだよ。だからそれをちょっとコーナー化しようかなと思って。まあ、暴露話。いやあ、俺もう一個あるけど、おや。なんかね、いくらでも出るよ。まあ、ちょっと違うんだけど、1階に俺、パソコンがあって、うん、で、ノートパソコンじゃなくて、いや、ノートパソコンじゃないやつだね。あ、デスクトップのやつね。そうそうそう。うん、それで、移動できなくて、はいはいはい、で、その、まあ、それがリビングだとして、うん、まあ、隣に今、キッチンがあるんだけど、まあ、そのキッチンとリビングは、まあ、扉で閉まるようになってんだけど、うん、まあ、常に開いてんだけどね。うん、行き来できるように、うん。で、キッチンにおかんがいて、で、リビング誰もいないみたいな感じで、で、けど俺なんか、その、パソコンで、その、携帯とかもないって時、うん、だったから、その、エロいことちょっととりあえず調べたかったの。男の子だ、男の子。男の子で調べたかったんだけど、なんか、まあ、一日中親いる状況だったね、仕事も。はい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 。してなかったから、それで、あれ、我慢できなかったとりあえずなんか調べたくて、うん、あの好奇心だ好奇心で、ちょうど夏休みで研究もあったから、なんか作ろうと思ってどんな研究で違う、なぜ研究、違う別のね、研究で、あの船作ろうと思ったの、はいはいはい、だから船スペース巨乳とか言ってちょっと待って、やばい、どんな趣味だよ。いや、とりあえず巨乳って言ったよ、引っかかるかなみたいな合わせんなお前何の自由研究だよ。で、親が来たらこうチャチャチャって消して船だけ出るようにしてタブでね、こうね、そうっていう、こう、掛け合いはあって、けど、何の掛け合い、なんかヤフーのトップの検索するときに、なんかそいつクリックしたら、前調べてるのがバーって出る時やったの。あれの消し方がマジで分かんなくて。分かる、そう。だってそれで俺巨乳玉ってバレたしね。それあるよね。俺も必死に消してた時期あって。で、分かんなくて、で、なんか兄貴が知ってたのね。だからこれの、こういう場合って消し方、知ってるみたいな感じで、なんかその自然に聞いたんだね。お菓子をあげる交換条件でなんとか教えてもらってえ、でも兄貴がその巨乳消したいっていうのは知らねえじゃん。知らない、あ、知らないし、なんで聞いてきたんだろうってぐらいだと思うの。いや、俺は必死だったからもう見透かされても、船巨乳を消したくてしょうがなかったもん。そう、見透かされてもいいから船巨乳を消したくて船巨乳はないよ、そんなワードで。で、なんとか船巨乳消したんだけど、さっき、東野が言って、俺思ったんだけど、うん、履歴は消してなかったわ。あー、じゃあバレてた。検索のあれは消してんだけど、履歴って見なくない？普段。履歴見ない。ね。からまあ、バレて。まあまあ、バレてないせ、まあ全然あると思うよ。と思うから大丈夫だと思うんだけど、まあそれで難を得たって感じだね。まあ、船巨乳の話でした。何の話で？次回は次回で、まあ。次回はリスナーさんについてこれ募集かけましょう、これ。このタイトルコーナーはどうしようかな。コーナータイトル。次回、車巨乳。違う。そっちじゃない、そっちじゃない。乗り物系行くのやめろ。もうカーセックスになってる。やだそれ行くから車巨乳は出るわ、多分。の話じゃないかよ。車の本の話すんな、お前。あったね。しかも、フルネームやめろ、お前。車18禁。あれでしょ、エロ本お前読んでたんだろって言ったら、いや違うよ、車の本だよって言ったやつでしょ。コンビニでさ、エロ本立ち読みしてんのにさ。俺でも、現場見たことあるよ。俺あるよ。かなりあるよね。うん、そう、ね、中学校前のね、ローソンで見てた。おっさんさん。おっさんな。懐かしいな。車の運だよ。全然車の運じゃない。って言う、ダメかな、入れちゃう。おっさん、おっさんだな、おっさんだな。おっさんだな。ピーだな、そこはな。うん、でもまあ、
ね、あるよね、そういう話。いや、あるある。じゃあ、ちょっと今思えばおっさんだって分かるよ、気持ちはね。気持ち分かるよ。ね。うん、俺だって見たかったよ。ね。うん、いや、まあ、結構過去の話で、ね、あるんだよね、探せば。そう、絶対あるから、ちょっとこれ募集かけます。うん、なんて名前しようかな。車、おっさん。チームうまい棒の暴露話。あ、チームうまい棒の AV 研究。いや、待って待って。もう、考えやろ、それは。露骨だ。もろ出てるか。そうぜ。もうここまでオープンにしたら一緒でしょ。削除されんぞ。暴露本じゃねえしな。うん、どうしようかな。やっぱチームマイボンの車の本だろう。チームマイボンの本当にあった話。車の本いいね。車の本にしようか。でもさ、次聞いた人が車の本って言ってさ、そう聞いたら違かったネタ送ってくるの。どうなのかな、わかるかな。まあでもわかるかな。まあギリギリトークだよね。そうだね。あ、まあ、うん、車の本いいけど、なんかわかるようにしたいな。でもギリギリどころかアウトだよ。どうしようかな。チームうまい棒のちょめちょめトーク。てかまあチームうまい棒のじゃないもんね、コーナーだからね。そうだ、コーナー。だってそうだよね、うん、うまい棒五六まるまるな、うん、好きなまるまる嫌いなまるまる。じゃあちょめちょめ五六。ちょめちょめ。ちょめちょめがいいな。ちょめちょめ事情。マル秘な話。ああいいかも。マル秘な話。車でブルートゥースとか。それは歌おうだろ。かけてくんなお前。じゃあ車のブルートゥースで決めましょう。しょはい。じゃあ、なんだろう、暴露でブルートゥースとかにする。あ、いい結局自分考案。いや、それだわ、それだわ。じゃあ、新コーナー、暴露でブルートゥース。なんかちょっとかっけえけど。かっこいいね。自分たちがバレたおなばれやら、なんかいろいろね、暴露話を、恥ずかしい話ね。それ恥ずかしい話を募集します。どんどん送ってきてください。お願いします。いろんなエピソードあるだろうね。あるね、これはいいね。まあ、リスナーさんのね、体験談もちょっと聞いてみたいよね。そう、だから。で、それについて俺らが、ちょっと、感想とかをね。感想とかね、いろいろ話をね、していきたいと思います。ということで、どうかな？今日はこれでいいんじゃない？早いな。今日はそう、暴露でブルートゥースのコーナーってことで、まあ、いっぱい喋ったよね。喋ったよね、30分ぐらい喋ったと思う。30分しかだぞお前。しかかな、俺かなり喋ったよ。俺の話していい？あ、いいよ。なんだっけ、ツイッターのアイコン。ツイッターのアイコン、ね、書いてくれる人がいたみたいね。そう、書いてくれる人がお二方いらっしゃいまして、ね、一人がね、クローム1884さん。僕ら知らん。知るか。なんかね、多分この人もしかしたら俺の実写のあのネタバレしちゃった顔見た人ぽいんだよね。顔が似てる。似てだからね。そうで、もう一人なきりさんっていう人からね来てたんですね。で、これが2件いただいて、はいはい、おめでとう。で、この人は顔バレを気づかないかったって言ってくれてるイメージね。そう、あくまでイメージ書いてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。で、一件はまあね、私とあの5月の清水寺の画像と見たそう、ちょっと面白い顔してるじゃん。じゃあ2枚送ったあの画像出しとくわ、それ。あ、そう、後でお願いします。後で送ってくる。で、このクロームさんのも多分ね、送ってるんで、一番最初に送ったあの俺それ見たことある。ある、あれバニーマンに送ったんだよね。わかんない、バニーマンもう2つ、2枚送っちゃって。あ、うん、分かった。リラスト、いろいろなリラストね。ありがとうございます。募集もしてる。ありがとうございます。いろいろ書いていただいて。でね、今回はね、うん。そう。じゃあ、それに合わせて、今回の大会で、シローさん、俺らのアイコンを作って、書いてくれる方にもね、大会の立ち絵書いてもらったんで、まあ、聞いてるか分かんないんですけど、ありがとうございます。本当にかっこいい、あれだったんで、俺さ、ポケモンの大会でさ、オープニング作ろうと思ったんだけどね、持たなかったね。能力が持たなかった。やめたんですけど、ちょっとまた今度なんか時間あるときにちょっとポケモンのオープニングじゃないけどなんか作ろうかなと思います。で、これどれにしよう、アイコン。うん、まあ好きなもの、私の好きなのでいいですかね。いいっすよ。じゃあ東野のツイッターも、動画概要欄に送るところですから書いとくんで、
また新アイコンになってるはずなんで、はい、フォローお願いしますということで、お願いします。今日は終わります。どうして下ネタな話ですみませんでした。オナニーの話じゃねえかよ。最後に言うなお前。お便り待ってまーす。ふざけて何のまあまあまあそういうことで、みんなのブルートゥース待ってるから。それだけやったら健全だけどね。ただの女バレの話だったということで、ありがとうございました。じゃあ東野の See You Next ラジオで終わりましょう。 See You Next Radio。 お疲れー、お疲れー。